大塚ジャスラです。今日ですね、こちらのホグロジャイやっていきます。さあ、限界突破がね、なんとね、一気に3枚もあるんですけども、まあ一応ね、左上に置いたカードしかその限界突破として扱われないので、まあ普通のロケコ、普通のスケって感じで、まあ今回選ばれたのはね、はい、ロイジャイおじちゃんと言ったところで、お前は補欠、はい、やっていこうと思います。で、まあノーマルレアも多いんで、まあ限界突破ね、発動してねえよって方でも、まあ一応使えるのは使います。はい、まあ限界突破してる方がね、さすがにそれは強いんですけど、あ、このオツインパンビって覚えました、僕はこの人。あの、ゴレです。はい。まあ、ゴレかエリジェイか、なんか大型なイメージがあります。はい。そうなので、まあ、ぜひ使ってみてほしいですね。まあ、こういうデッキはね、施設に対してちょっと強いですね。施設枯渇みたいな、はい。性能っていうんですか、能力っていうんですか。はい。なので、でまあ、施設ないね。こういうただの大型はね、あんまり普通に嫌なんですけど。うん、ちなみにザップもね、パーンっつって怖え。いや、なめね、いやマジゴレっすね。記憶力はね、もうゴレだ、ゴレとスパッキー覚えてるっす。これではなんかわかんないけどね、みんなゴレとスパッキーですから。はい、やなめ持ってましたね。ロケコ、おお、インドラムインのね、破壊力増しましたな。ロケコで運命変えたいな。あとは、ぶっちゃけ守れないじゃないですか、こんなん。なんで、守れんのかな、右手で。もう 1-0 じゃなくて 2-1 とか、そういうプランで頑張りたい。この防衛ミスっすよ。ああ、普通に黒か。ハゲそう、ハゲた。まあまあまあ、これがゴレダクレなんで、別に何も特殊なことじゃない。これがゴレダクレ、はい、ゴレダクレで組んで穴埋めて、後から真ん中リババ、まあ、これがゴレダクレの基本なんで。問題はインドラちょっと嫌なんですよね。そんな知らん。お、竹がめっちゃいい、竹めっちゃいい、竹めっちゃいい。コウモリに行ってるね、あれ。俺には見える。いや、めっちゃコウモリ頑張るやん。え、おい、ゴリラナイス。問題はこれ攻めなきゃね、やばい気がしてた。もう落とす、落とす。うわーい、ゴレラクネよりもチンパンでした、俺の方が。やばい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 。いや、これでいけ。ロイジンバカ強くなかったか。 HP がね、高いんですよね。ノックバックとかどうこうよりも HP が高いんだ。いや、ちょっとね、守れる自信なかったんだね。ゴリ攻める。いや、でも火力やばかったね。で、まあ攻めつつね、ミニペロケ砲でね、相手が矢波とか持ってないとね、すごい防衛も楽だと思うんですけどね。デスキングすげえ怖えな。ダクプリか、あんま最近、まあいるんですけどね、安定して。何まで行くだろう。あ、これマジ俺の記憶だとほんまエリジェイス、ガッチエリジェイス。これはトルネード使わさせて、このロケコ延命したいみたいな。え、でもミスってるやん。あっつ。しかも、あのゴルナイ、足怪我してんな。やば、ラッキー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 。あ、でもキングギルドしとしようね。いや、これデスキングやばいぞ。なんか、そう、もうユニット、これもね、そういう属っす。こういうデッキ苦手っすよね。本当にもう攻めしか考えてない。
エリポン、ここエレジャイ、ダクプリ、ゴルナイユーノってやばくない？で、フェニかなんかベビーか多分その辺のね、よくわからないやつが多分いると思うんですけど、これはね、どうやって守るかっていう、その、まあ、折れない程度に守りたいよね。いや、折れていい、キングが折れない程度に守りたいよね。よしよし、はいはい、いやこれ折られるんですけど、もう総合見て、あと287だと俺ウッドザップみたいなんで頑張れん。うっ、いやザップ打ってもよかったけどね。いやてかロイで U の処理とかさ、バカかな、ワンチャンあるよね。ロイのあの振動でしばいていった。いやこれね、こっからむずいよね。なんで攻める、なんか真っ向勝負むずい気がした。あーすごい、いやめっちゃいい、これ鳥とか一生下げます。もう一回ロイ出したい。いやこう攻めることによって相手にね形を作らせない、これがめちゃくちゃ大事。うそー、またキング、おいめっちゃ強いぞ。キングゴールデッキなんこれ。でしかもちょっと防衛がねか細い感じがしてるのに、ゴレとエリシャイを倒せていく、高回転に強いデッキだと思うんですよね。こちらはやばついね、めちゃくちゃ気持ちいいね。形組んでわっしょいわっしょいしたいやつをね、こっちがわっしょいわっしょいしていく。ジョージくん、あ郊外転属ですね、これですね、こっちが本命みたいな。よいしょ、これはこっちに小物を割くであろう、ミニペにも代用したい天才。いやあいこれがお上手お上手お上手、ミニペなんか自己連、いやミニペ潜れ一発、あー欲しい。さあ26です、多分スケアイスピアイゴレ、あーまあ26でしょう。まあ違ってクエイクとか、うーんまあ大砲、マスケやべえ。マスケやべえ、冷静にちょっとロイジェ隠しときたいんですけどね、隠せるかな。隠すとかないか、はいはい、もうこれ大砲使うじゃん。いやーこれなんか違うな、ホグで大砲使わせてロイですぐ攻めたいんですけど、全然相手にちょっと嫌な形作られてんな。あーいいアイスピね、一発だけね。まあ無理やりこれで、あー使ってくんねえかこれには。いや使ってくれる、いやー大砲残る、いやこれやばい、ちょっと待って、どうやって攻めれる、攻めれない、ダメージ通らない。これさ気づいた、逆だ。多分前と後ろ逆だったかもしれない。あマスケ強いな、うっ、いやー耐えれないのか、痛えな。多分縦がロイを背中に後ろの豚で刺す、しかもこれ来た、マッスル強いんですけど、マスケがやばいな、これファイボとかもないんで文句も、これに文句入れたらすげえ強そうですけど、いやあのマスケそうなんですよ、どうしよう、ほんまに。まあそんなん知らん、あんま考えない。ホグにタゲをね行かせてこのロイでぶっ刺したい、一発だけやな本当に。
いやマジで、え、なんかありそうなんだよな。これあ、やべ、ミニペで大砲壊したい。そっちじゃない。いやーむずいよこれ。アイゴルホグされたらね、ちょっと苦しいっすね。やばい、ヘナチョコザッ、ゴリラで、いや一回ね、いやあるよ、正直ある、限界突破してるから。ブラフ、いやエロ、変態だね相手。あ、めっちゃいいそれ。まあ守れたらね。守れたらいい攻めだったく、え、守れそう、なんでロケコ、お前に全てがかかってる。うっ、限界突破ー、ほいよいしょ、お前マジで勝てえやん。だって相手陣地マスケとかおるもんね。マスケも大砲もいっぱいあるけど関係ない、何もかも関係なくするロイジャイの HP の硬さよ。さあニココ、これも海外のモンスターっすね。何を使ってるんですかい。あー、いやわかんねえし、4、さすがにまあ3あるぐらい。これでスケドラね、ちょっとセパしてきたんで、何もしないのは違うよなって言ったら、これペッカバルーンやないかい。そういえばペッカバルーン忘れてた。おお、矢のアメレイジ、おい、一応ね。いやーそうですね、まだ使ってたのか。ヤナアメレイジか。え、ヤナアメレイジってさ大丈夫これ、ロケ砲コウモリだけど。相手のスケドラちょっと嫌だし。え、ちょ待って、このロイジャイめっちゃ強いはずなのにペッカがね、惜しいよね。あとレイジこれなんか強くね、まあ、ザップ打つんですけど。あ、やべ、やめて、いや舐めだけやめてほしいな。うっ、もう一発、あーそれやばい、どうやってもいい。しかもちょっと高回転なんです、相手耐える、耐えないよね。スケコウモリとかなんでね。いやこれはロイちょっと出したいんですけど、いやこれ相手はもう幸せだな。だってこれ適当に低コストで回してバルーンつけてグッドゲームだ。あ、本当にあーマジずるやん。いや耐えれる、いやこれ残る、いや一応耐え、あなんか、いえ使うとこなかったんだ。シャーなしでスケルトンが限界突破してる。いやースケダラ強くね。だからレイジ落とさんで、うっうっ耐えれる。あ、まあでしょうね、まあそんな感じしなくて。いやこれどうしたっていうぐらいきちい抜きたやん。はい、記念ロイジャイ、さっき相手が記念スケやってたんだけど、いやなんかめちゃめちゃドストレートにはまってんな、いつもこれを。お、なんか惜しいな、気持ちはね。絶対無理ですけどね、こっからだってもし折っても勝てる未来見えなかったっす。まあそういう試合もあるよね、雨の日もあるもんね、台風の日もあるし仕方ね。まあ、ちょっと強そうだな今やる位置。You know ペッ
家とかはね少ないイメージがあるね。飛んじゃうんかな。あ、これやばい。うっ、なんでやねん。いや、マジでペッカや。珍しい。多分。いや、ペッカだね。やべえ、この間一番いらねえザップ。しかもレイジや。なんか、トレンド？レイジがね。ロイジャイにもね、レイジ入ってんすよね、今。矢の雨レイジか。いや、マジでトレンドっすね、やレイジ。しかも、スケドロだ。近畿的に？惜しいね。いや、これ、やレイジ、やばいね。てか、スケドロエレキもやだし。ミニペしかおらん。ミニペで頑張れって。ことよね。まあ、ペッカいるんで、まあ、ロイもいらないでしょ。これ勝ったら、夢あんな、おい。コウモリ世界で一番弱い。この試合だと。さすがにね。いやー、相手がもう一回雑に来てくれると。ロイ、あ、スケドロいたのよくねえな、これよくないです、正直。あれ？勝ったっす。相手も歓迎してくれてる。ありがとう。なんで？まあ、ロイジャイ出さなくてもね、ロケコの安定感でってことだね。おい。ああいう時ロケコ進化させたくなっちゃうんですよね。さあ、これはもうホグじゃない？クロスでした。そしてやだ、やばい、このロケコいらない、延命いらない、やめて。うっ、うっちゃうよね。さあ、ホグロイジャイクロスか。まあ呪文がヘボリだけね、俺がね。そこだけ気ぃつけてあげたら、うん、突破がね、むずいよね。むずいよね。相手の呪文知りたいな、ファイボかロキか。ちょっと行きたいよね、でも。こう、なんか、ちまちましてると負けちゃうと思うんですよね。まあ、3倍、2倍タイム結露いで、まあ、どうせテストラある。はい、置物テストラが硬い。まあ、これはもう何でもいいんですよ。そんなのいいんですよ。アーチャーね。そしてこのロケが一発。地味ー。おお、マジで出たクロスボウ。これがもうクロスおかんやん。
どこにも。はいはい、付き合ってあげますよ。はい、これタイブレークで勝とうとしてんな。いやマジでやばいよね。あーもうクララやめちまえ。あんま言わない。クララもっとやってくれ。足前に置いてくれ。よーし勝つぞー。これやばいよね本当に。普通にドン引き、ドン引き。まあ、勝つんですけどね最後に俺は。このロケコも大事。はい、え、なんか洒落てる。いやそれミスってる。ロイ釣れねえぞ。いやロイ一発、一発だけでいいのに。いやウッドザップ強い。これルートギョーザ入る。あパー。いやでもまだまだ。いやでかすぎ。なんかもう一生攻めたらよくねこれ。一生攻めたらなんとかだな。こうやってバイバーイ。ウッドザップ。あーもうマッスルマッスル。どうすこい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 。いやー気持ちよ。危ないこと言うとこだったな。うわー EGW だ。メガナイトっすね。うっ、いやマスカラホーク来た。変なこと言った。めっちゃメガナイト大好きなやつのイメージあるんですけど、ホグだホグだホグだ。もう一枚使ってくんねえかな。おおおい、ロキコ寝てる。このホグの防衛ってむずいよね。ホグじゃねえの。はいはいはい、いっちゃおうかな。なんかガンガンいっていい気がしてきた。はい、まあ、問題は守れるかどうかなんです。ロケコがね嫌ですよね本当に。早めに完封。この200はねもう仕方ない。お惜しい。いやめっちゃいい2発。巻いて巻いて巻いて、潜んだ潜んだ潜んだ。危ねえ。いや、ゴードミシできんぞ。しかも次は、おじちゃん怒ってるからな。まあ、次施設なんで、行っても意味がねえか。で、こういう時は一回ホグとかでね。悩んだね。めっちゃ、なんかいろいろ悩んだ。施設をね、温存していきますね。相手がね。ちなみに相手のロケコウッドザップ。ああ、あいつウッドザップで死なねえんだよ。鬼回す。ウッドザップ。お、なんか、え、何回かウッドザップ打ったら簡単に死んだぞ。でかいでかいでかい。ウッドザップだけでワンチャン散るんかな。え、しかもこれ絶対飛ばないんやちゃん。あーでもこのねマイティ強いんですよね。ザップとか打ったらリセットしたくないと強すぎる。これはこの拡散で相手のロケコもさよなら。いやめっちゃいい、めっちゃいいやん。さあこうなってしまえばね、やっぱ1個施設にはねもうゴリゴリ攻めてあげて、攻めまくってロケコだけね、ほんとなんか危ない。ロケコだけなんかね負け筋っすよね。ホグじゃないもんね、ロケコが怖いっすもんね。ウッドザップ毎回打つとねちょっと損しちゃうしね。
ー。